それでは囲み取材を始めます。冒頭知事より説明がございます。はい、大阪のですね、感染状況、非常に厳しいということで増えてきている状況です。その中で、昨日も少し申し上げましたけれども、宿泊療養における医療支援のあり方、自宅療養における支援のあり方、またこの基準について、今増えてきている状況の中で、改めて、参りたいと思います。本日はその発表させていただきます。まず今感染が非常に急拡大している状況であります。療養体制についてです。まず現状ですけれども、この宿泊療養、自宅療養を見ていただければ、これは原則宿泊療養にして、そして、もちろんこれは希望されない方もいらっしゃるし、いろんな方がいらっしゃる中で、できるだけ宿泊療養に誘導していくということを基本的なスタイルとして取っています。で、これも対象については無症状の方、若い方も含めて、全てを対象にしています。今感染者数も増えてきているという中で、この宿泊療養になる対象の方を、このよりこのリスクのある方、少しでもリスクが高い方、そちらの方に対象をしていきたいと思っています。具体的には宿泊療養については40歳以上の方、これは無症状も含んでですけれども、無症状も軽症も含めてですけれども、40歳以上の方については宿泊療養していただきたいと思っています。また40歳未満の方どうなるねんという話ですけど、40歳未満の方についても重症化リスクのある方、つまり基礎疾患のある方ですね、ハイリスクの方、そういった方についてはこれは無症状の人も含めて、この宿泊療養に原則が入っていただきたいと思っています。また自宅においてですね、40歳未満の方の中でもなかなか家のスペースだとか、うまくこう感染対策で取れないよと、取れる環境がなかなかないよという方については、やはりここは無症状であっても、そして40歳未満の若い方であっても原則として宿泊療養に入っていただきたいと思っています。今宿泊療養どちらかというと無症状で若い方が多い中心になっています。現状ですけども 66% の方が20代30代、30代以下でほぼ 66% です。40代以上で 35% 以上という状況です。で、無症状の方が非常に多いという現状でもあります。今後今感染者が増えてきてますので、基本的には40歳以上の方は無症状も含めて全て宿泊療養にできるだけお願いしたいというふうに思っています。また40歳未満の若い方でもハイリスクの方、基礎疾患がある方、肥満の方、そして、重症化リスクが高いというのはある程度ルール化されているわけですけど、そういった方についてはぜひです、宿泊療養にお願いしたいと思っています。また自宅で、30歳未満の方でも自宅でなかなか適切な感染対策が取れない方にはぜひ入っていただきたいというふうに思っています。これがまず1点目です。で、入院についてです。で、現在入院については例えば65歳以上の方は無症状でも入院してもらってます。ハイリスクの方が65歳以上という方のハイリスクの方ですし、それから基礎疾患がある方も、これ無症状でも入院をしてもらっています。で、今後はですね、軽症で、ハイリスクの方、ここは入院をお願いしたいと思っています。また中等症以上の方、こちらも入院をお願いしたいと思っています。で、合わせてですね、これは宿泊療養、入院、こうやって基準を作っていきますので、宿泊療養と自宅療養の体制を強化する、医療支援体制を強化する、これもセットでなければならないと思っています。この間さまざまな支援体制を強化してきましたが、これもセットでさせていただきたいと思っています。で、それ以外の方が自宅療養ということを原則お願いするということになります。これは原則ですから、いろんな例外パターンも出てきますけれども、原則とした方向性としては、入院については
軽症の方で、リスクの高い方、この方は入院、まあ、中等症、これは1も2も含めて中等症の方は入院でお願いしたいと思います。まあ、重症はもう当たり前です。で、ホテル療養については40歳以上の方は原則に無症状でもホテル療養をお願いしたいと思います。で、40歳未満、若い世代でもハイリスクの方、基礎疾患を持ちの方、そういった方については無症状であってもホテル療養でお願いしたいというふうに思って、また自宅で感染対策を行う方は自宅療養、ホテル療養をお願いしたいと思います。そしてそれ以外の方については、自宅療養をお願いする。こういう形で、それぞれこう基準を作って、まあ、一応いろんな例外パターンが必ず出てきますけれども、今の状況においては、この対応させていただきたいというふうに思っています。で、まず宿泊療養の強化ですけれども、数の強化と中身の強化、両方やります。まあ、今までもやってきてるんですけども、さらに強化するということです。まず数の強化についてですが、現在4000室宿泊療養を運営していますが、これを6000室に増やしていきます。ホテルとしましては、まあ、それぞれ、やっぱり大阪市なんかどうしても中心になってしまいますけれども、それぞれこれ今この間ずっと準備をしてきまして、解説が整いましたので、発表させていただきます。来週の盆明け8月16日から順次解説です。16、17、18、19と日ごとに解説していきますが、それぞれのホテルごとに解説をしていきます。そして8月19日の次は21日、その次は25日ということになりますが、合計で1851室、合わせて6000室の体制になります。あとですね、どうしても今大阪北部にホテル療養は発症数として2箇所ある、それ以外はほとんど大阪市内に集中しています。もともとホテルが大阪市内に集中しているのがありますが、大阪南部にですね、ホテル療養を確保したいと、まあ、これまでもやってきましたけれども、まだ現時点で大阪の南部の宿泊療養施設が今ないという状況なので、まあ、利便性を考えるとやっぱり大和川以内にそもそもホテルが少ないんですけど、そこで作りたいと思ってますので、ここについては今現在公募中です。まあ、そんなに大きな数にはならないと思いますが、大阪南部でもさらにこの後追加をしたいというふうに思っています。もちろん大阪南部にお住まいの方もホテル療養については今大阪では市町村の枠を超えた感染対策を実施してますから、もちろん市内中心に入ってもらっているわけですけれども、まあ、利便性という意味で近くのところにあった方が、これはホテル療養はもういいですと言われる方もたくさんいらっしゃいますので、入っていただけるように利便性という意味で南部のホテル療養も作っていきたいと思っています。次に中身質の強化についてです。でホテル療養において3つの医療支援体制を強化していきます。目指すべき方向性とすれば、今後ですけども、ホテル療養は軽症の病院、こういった基本的な考え方で進めていくというのがあるべき姿ではないかと思っています。まだまだ不十分ですけれども、これで感染が急拡大していく中で、中等症も増えてくる、重症者も増えてくる、ホテルどうしても医療資源というのは限りがあるという中で、ホテル療養については今後軽症専用の医療機関と同じような大体の機能を果たせるようなものを目指していくのが僕はあるべき姿ではないかというふうに思っています。それを目指していきます。まあ、これまでもホテル療養の中に看護師さん24時間看護師さんがいらっしゃるのは当然のことですけれども、お医者さんが基幹ホテルに配置をして、そしてオンライン診療を常に受けれるというような体制を整えています。それから酸素の濃縮器を導入して、それぞれのホテルに酸素を当てれる、いざという時に当てれる施設というものも整備をしています。さらに加えて本日発表するこの3つの強化策ということについて発表させていただきます。下から言った方が分かりやすいと思います。まず1つ目ですけれども、民間の医療機関にですね、今自宅療養でも夜間あるいは休日往診をしてもらうということをやってもらっています。ドクターホームでしたね、ホームドクター、
よくテレビでも出てきますけど、ああいったところも含めて、まあ、複数の医療民間医療機関と契約をして、夜間、深夜、あるいはその休日往診をしていただける契約を結んでいます。これは今、自宅療養で大阪とか全域をもうカバー済みです。合わせて、宿泊療養についてもその範囲を拡大するということも契約をいたしました。ですので、このホテルにおいて休日とか夜間にお医者さんに往診して、投薬であったり、まあ、そういったこともしてみてもらえる、その体制を整えたというのが一つで、もう一つがですけれども、この新しい事業で、まあ、珍しいというかになると思うんですが、ホテルに往診をしていただくと、その病院を作っていく連携型の病院にですね、ホテルに往診をしていただきます。つまりお医者さんあるいは看護師さんがチームになって、そのコロナの治療をやっている病院がほとんどですけど、そこの病院からホテル療養に出張というか出向いていただいて、そしてホテル療養にいる患者さん、あるいはそのハイリスクの方もいらっしゃいますから、まあ、そういった方を見ていただく、でそこで必要があれば、その入院が必要があれば自らの病院に送っていただくと、まあ、そういった往診体制というものをやっていきたいと思っています。今のホテル療養というのは往診があるわけではありません。もちろんこれは健康観察を現地のその場にいる24時間の看護師さんがしていただいて、いろんな健康観察をして必要に応じてデッドゾーンに入っていただいて対応していただいてますけれども、往診というのをやっているわけではありません。でここを電話診療とかあるいはオンライン診療はしているんですけども、現実に往診をしているわけではないので、この往診をやってもらうということをこれから開始をいたします。ですのでホテル療養の中にお医者さんが入っていって患者さんを見るということをやっていっていただきます。そしてこの上の方ですけども、これについては B 型のホテル連携病院ということを指定をいたしまして、このホテルに入る前に短期で病院に入院してもらって治療を受ける、そして、下りでホテルに入ってもらう、これは例えばロナグリープなんかをカクテル療法なんかを想定していますが、カクテル療法も早い段階でやらないとあまり意味がないということになります。で通常の入院でいくと、もうそれが7日が過ぎちゃっていると、あるいは7日に近くなってなかなか適用外の人も多いという状況です。で今ホテル療養でも使ったらダメだ、自宅療養でも使ったらダメだと言われてます。であるならば短期で、ホテルに短期で病院に連携病院に、例えば1泊2日と入院をしていただいて、ロナグリープの治療あるいはそれ以外の治療を受けて、そしてもう状況が悪くなければそのままホテルに下り搬送する、そして、ホテルで、経過を観察するというやり方をする。いきなりホテルに行くんじゃなくて、まずは病院に行って短期入院をして、点滴を受けて、そしてホテルに入っていると、そこの発想の転換をしてですね、この今のルールの中で、ロナグリープを抗抗体カクテル療法を有効に活用できる、そして病床も逼迫をさせないというやり方を考えましたので、そしてそれに協力いただけるという病院も出て当然ありますから、これをやりたいというふうに思っています。まあ、僕らの中で下り搬送と言っているんですけど、下りホテル療養です。で A 型の方については先日発表しましたが、ホテルの中で重症化した方を提携している病院に搬送する、これは A 型の上り搬送、だんだん悪くなっているうちの搬送ですけど、こっちは下り搬送と我々が称していますが、最初にいきなりホテル提供の人がホテルに入るというよりは、最初に病院に行ってもらってロナグリープを受けてホテルに入ってもらうと、この下りホテル搬送の仕組みを考案をいたしましたので、これを実施していきたいと思います。で、まあ、これはロナグリープ抗体カクテル療法だけじゃなくてですね、CT 検査なんかもやっていきます。で自宅療養とかホテル療養でやっぱ問題になるのはですね、 CT が取れないんです。ですのでどのぐらいこの肺炎像があるのか、肺炎が悪いのかというのはなかなかわからないという課題があります。でこれがどうしても大きな課題の一つなんですけど、この下り搬送の場合はまずは短期で入院してもらったりしますので、この CT なんかも取ったりする。もちろん重症であれば重症とか程度が厳しい場合はそのまま
入院をするわけですけど、そうじゃなければ1日以上経過観察を行った上で、症状が安定がされれば速やかに、下り搬送をして、そしてそこでホテル療養して、まあ、だからホテルの後方支援病院というような形、まあ、軽症病院を目指すべきだというのは私冒頭申し上げましたが、ある意味後方支援病院のような形で、どんどんこちらに送っていくということになります。で、今までの後方支援病院もあるじゃないかという指摘はもちろんあります。で、今までの後方支援病院ってどちらかというと高齢者の方を想定している部分があります。で、高齢者の方について、あるいは認知症の方であったりとか、非常にそういった方が多かったわけですけど、今回非常に患者数少ないです。これはワクチンが行き届いているからだと思うんです。で、後方支援病院、これからも当然後方支援病院を活用していきますが、今どういうことが起きているかというと、若い方が多いので病院で入院して、そして一定の治療を受けたらもうそのままあとはもう退院して自宅という方がほとんどです。高齢者の場合は ADL が低下して、つまり自立機能が低下して、だけどもずっと病院にいる、それじゃコロナ病床が埋まっちゃうよねというので後方支援病院だったんです。でも今は若い方が多いので、コロナの治療さえ良ければ治れる、コロナが会話に向かえば自立機能はありますから、そのまま自宅に帰る場合がほとんどなんです。そうすると後方支援病院というよりはもうただそういった方でももちろん10日間は退院基準は10日間となります。コロナで発症してから10日間、最短でも10日間は入院というかその隔離が原則になっています。これは指定感染症ですから、そういったこの日数は今までは14日を10日とかいろいろ短くなったりしますが、人にうつさなくなるところまでは基本的に隔離というのが指定感染症の基本的な考え方なので、もう治ってるとか、まあ、若い方で治療終わってるんだけれども、そもそも病院に入院したままというような方もいらっしゃいますから、そういった方についてはどんどんこのホテルで下り搬送していくという形で、療養を入院からホテルに切り替えるということで、対応していくということをしていきたいというふうに思います。それからもう一つ、自宅療養の支援強化について、です。自宅療養における外来を開始をいたします。で、これは僕自身も外来は非常に重要だというふうに思ってました。もう一つは往診なわけですけど、外来が非常に重要だと思ってます。で、往診の仕組みについては、訪問看護師さんとから協定を結んで、今、訪問看護ステーションの皆さんが往診していただける、往診というか、看護していただける。いう仕組みは大阪全域で作っています。それだけじゃなくて、500の開業医の先生、クリニックや医療機関と連携してオンライン診療というのもやっています。1700の薬局と連携をして薬も投与していただける、まあ、そういう環境を作っています。夜間については往診ができるというのを自宅療養で作っていますが、もう一つのオプションとして外来、つまり病院に行ってコロナ治療を受ける、そういったことが僕は必要ではないかというふうに思っています。今回これを手続きを開始をいたします。仕組みとしたら、自宅療養者の方が、まあ、本人が直接保健所に申している場合も当然あります。先ほど申し上げた訪問看護の仕組み作ってますから、訪問看護師さんが健康観察して、いやこれは一体病院で見てもらった方がいいんじゃないかということを保健所に言う場合もあります。それから今特にオンライン診療やってくれてますから、オンライン診療のお医者さんがこれちょっと病院に見てもらって CT 取ってもらった方がええよというような方、そういう判断もありえます。そういった場合は保健所がそれを受けて判断をして、これはもう入院が必要だなとなれば入院フォローアップセンターにつながるわけですけれども、いやこれは確かに入院も非常に先ほど申し上げた病床これから逼迫してきますので、いやこれは自宅療養そのままあまり良くないかもしれないけど、ちゃんと外来で見てもらった方がいいねという方については外来につなぐというやり方をやっていきます。で、まずじゃあ外来について何をするかということですけど、先ほど申し上げた例えば CT です。ここは外来で行くと CT を取れますので、肺炎像がどうなっているのか、あるのかないのか、どのぐらい肺が白くなっているのか、そういうのが見れますから、そこで診察もできます。でもう一つは治療もできます。いろんな当然解熱剤とか点滴投与もできます。で、ここで外来だから今の基準だとロナプリーブは使えない、抗体カクテルは使えないんだけども、じゃあそうだったら、まあ、ロナプリーブが適用だとなれば、ロナプリーブを短期入院して
投与します。で、先のホテル下るようにつないでいく、こういうバージョンも出てくると思います。いや、もっと重たいよということであれば、そのまま入院ということもあり得ます。あるいは、そこで CT 取って、一定の、医者の判断のもとで、これは自宅療養継続ですね。例えば自宅療養継続で。いくつかのパターンに分かれてくるわけですけれども、外来ということをやるという仕組みです。で、外来診療病院の、協力してくれる病院、が、手上げ方針でお願いをして、そして複数は確保できる見込みですので、これを解消いたします。で、ただその対象の患者さんなんですけども、自らですね、その病院に行って、いただく、ここをお願いする必要があります。今の段階ではいわゆる搬送手段が十分に確保できてない、という今状況があります。で、ここはできるだけ改善したいと思ってますが、ここについては今の段階で、その近くの病院だから感染対策を実施して自ら行けるということがまず最初の対象になります。自分で行く、あるいは車を運転していく、公共交通機関を使いませんから、コロナの患者の方は。だけれども、ただその移動、今でも検査やないでいろいろ移動される方もたくさんいらっしゃいますので、移動、自分で移動できる方を基本的に対象としながら、この外来をするという形になります。で、今後の課題として、ここの運送、搬送、コロナがして感染症で、この搬送についても完全に隔離というのが前提になってますから、そこの手段については、今後さらに拡充できないかというのは検討していきたいと思っています。で、今いろんな、いや、これ搬送くらいすぐできるでしょと思われる方多いと思うんですけど、実はいろんな場面で課題になる一つが、医療従事者の確保とか病院の確保とかもあるんですけど、搬送の確保っていうのは実は結構いろんな場面で実務的に問題になって大変な状況になってます。で、もちろん重たい方が救急車ってあるんですけど、救急車はもちろん数に限りあります。そもそも救急搬送事例が出てきてますから、で、民間で搬送してる民間救急車、民間のそういう搬送事業者、医療の搬送事業者、そういったことも活躍してくれてますが、もともと数に限りがあります。で、ホテル療養についても、これ今タクシー業界の皆さんにお願いをして、かなりフル稼働してもらって、ホテル療養も動かしてます。今現在大阪のホテル療養っていうのは1日450人ぐらい入室してもらってますけど、これ一人一人ですね、その家まで迎えに行って、そしてホテルに搬送して、何時に行きますねとか、いろんなことをきちんとやってやる。で、そこは搬送する方も陽性者は搬送しますから、きちんとした感染対策を取ったタクシーを使ってやる。これは送り迎えもそうですし、実はこのコロナの患者さんの移動の手段っていうのがものすごく制限されているということが大きな課題の一つになってます。ホテル療養、大阪かなり強いんで、システム作って450人ぐらい入り組みしてます。他の自治体とかいろいろ、なんでそんな簡単に入れへんの、数は確保してるのに、なんで入れへんのと思われること多いと思うんですけど、いくつか課題、ホテル療養の課題というのがあって、その一つは一般的に言われるのは看護師さんの確保とか、そういうことなんですけど、実務的に言うと清掃と搬送だと思っています。非常に実務的ですけど、で、清掃についてワンフロアごとに清掃していくと、清掃業者としては非常にやりやすいわけですけど、ホテルの稼働率が下がります。大阪では一部屋ごとの清掃を願いとしています。でも、これは結構清掃業者の時は負担で、しかもそうたくさん数があるわけでもないので、実はこういったところが課題になっているんです。で、もう一つは搬送です。自由に移動できる立場にはなりません。コロナ陽性となれば、で、その時に本人としては元気なんだけど、自分の車で移動できるとしても、基本的にはホテルについてもすべてタクシー、自分の車だと言ってくれてるのかな、タクシーですね、搬送システムを作って搬送してる、その搬送の事務っていうのが実は非常に簡単じゃない、いや、そんなの簡単に契約できるでしょう、いろんなこと言われている方たくさんいらっしゃると思うんですけど、実務の場では実はそういったところも課題になっている。そういうのともできるだけ乗り越えて、
で今大阪では1日ホテル用で450人ぐらいの入り組みをするあのシステムができる前は1日数十人ぐらいでしたね。あの入り組みの数の限界はあったわけですけど、だいぶ改善はしましたが、やっぱそういう課題もある、まあ、今回の外来診療についてもやはりその自宅まで迎えに行って、そして病院に運んでもらって、まだこれ自宅に帰る、このジムっていうのは実は簡単ではなくて、タクシーお願いと手挙げて捕まるもんではありませんから、実はここが非常に課題にもなっているところですが、まあ、なんとかこの課題を乗り越える手はずというのを作っていきたいと。ただそれを待ってると、せっかくこの仕組みできたのになかなか進みませんから、まあ、現時点で走り出しとしたら自ら行ける方をまずは対象にしたいというふうに思っています。僕からは以上です。性に関する質問からお願いいたします。私も言ってみたんですが、感染拡大期における療養体制について、感染拡大期というのは、自分の中で自分はどのような基準を持って、頭の中に浮かべてますか？もう今、感染拡大時だと思います。緊急事態宣言が出されているエリアですから、もう国家を仕切る最後のカードを切っている状態でもありますし、過去最多の陽性者数が、昨日もなりました。ですので、デルタ株の存在を考えると、また東京首都圏に残っていることを考えると、あるいはもう全国でも過去最多のところがもう、昨日みたいにものすごい出てますので、まあ、明らかに感染拡大だと思っています。まあ、ただこの中で、これまで重症病床については580床を確保し、中等症も2500を確保し、かなりこの医療体制を強化してきたので、なんとかこう受け入れてますけれども、このまま感染拡大が続くと、やはりきちんとしたその最適化を行っていかなければいけないと思ってます。で、基本的なスタンスはできるだけ早期に治療を開始する。で、早期治療を開始すれば重症化はかなり防げる。これは我々が学んだことでもありますので、さ 100% うまくいかないんですけれども、こんだけ感染者が出ると、だって1日1600人とか出てくるわけですから、今日も1600、明日も1600、東京だったら1日5000、明日も5000、そういう数字なので 100% にはいかないわけですが、ただそれでもできるだけ早期に治療する、早期に治療介入する、特にリスクの高い方についてやれば重症化を防げる。重症化を防げたら重症病床の逼迫も防げる。それでも重症者出るんですけど、ね、そこの基本的な理念というのは全く変わらないです。多分これからも変わらないと思います。大法案における対応として、ただ現実問題そんなに数が出る中で、じゃあそれをどう実現していくのかっていうのを考えるときに、やはりその現無症状でも基本的にハイリスク、例えば65歳以上の方は無症状でも入院とか今はやってきましたけども、ちょっとこれでは病床がなかなか持たなくなってくるので、まあ、今回早期治療が必要な方っていうのを必要な場所でできるだけできるようにしたっていうのが基本的な考え方です。この運用も即日実施？即日実施です。本日から実施をします。医療協議会の計画の中に感染拡大したときには一定の範囲で認められるというのがありますから、その解釈の範囲内に、もちろんいろんな実務上の了解を得ますけども、その範囲でやっていきます。だから本日実施をいたします。本日から。あと宿泊療養施設連携型病院の B 型のやつなんですけど、これ目処としては何期間ぐらい確保する目処になっているの？これは手上げ方式ではないので、どんどん確保できると思っています。今ロナプリーブを使ってくれている病院が110病院あります。コロナ治療というのは200病院で、これは110病院、これが増えてくる可能性もあります。現段階で110病院あるですので、基本的にはただちょっと大きな病院にしないとあまり基本的にはやっぱり大きな病院に、病床数が多い病院でした。なんでかというと、病床数が非常に少ないところで1床2床を、開けてもらうというのは大事なんですけど、やっぱりこれはこれでホテル療養につなぐ手間もありますから、大きな病院でこのワークが普通にルーティンワークとしてできるようになったら病床の空く速度も早まるので、基本的には最初比較的大きな病院を対象に、指定をしていきたいと思います。なのでこれは病院側もですね、反対することでは大きな病院ではあまり反対することでもないので、
むしろその患者をできるだけ改善させて必要な患者を入院させるということになってきて、できるだけ早期に治療して重症化を防ぐというのは今大阪の医療界では共通の認識になっていますし、共通の方針になっていますので、まあ、それにかなった方式ですから、まあ、ここの副大搬送については、もう数日中に実施可能だというふうに思っています。往診協力部員、ここも数日中に可能だと思います。あとちょっと時間かかるのどこでしたっけ、はい、3つの仕組みのうちで来週か一番時間かかるので、これと、これと、もう一個ある大体はまだ、はい、これ交渉先ですので、じゃあこういうことやなので、この B 型についてはもう数日中に運用できます。で、このモデル事業で始める往診の協力病院、いわゆるホテルに往診する、これももう数日中にできます。もう準備は整っています。外来のコロナ外来病院についてはこれ今ご調査をして、まあ、手を挙げてくれるとか確認してるんですけど、ここは来週か8月の週下旬ぐらいになるというスケジュール感です。ホテル用のはもうすぐ対象します。これ B 型の病院にまず送られると対象患者ってどの層を想定しているんですか。まずはロナプリープを積極的に使っていきたいと思ってますので、だいたい今1日入院患者200人ぐらい上がってくるんですけども、まあ、単位も入れて入り口をしているわけですが、保健所から入院の申請が、まあ、今日から基準をこういう形でいきますので、まあ、中等症、一応また軽症でも重症化する、まあ、患者さん、まあ、これ入院基準に一応なっていますが、基本的にはロナプリープを適用しやすい方、この方についてはこの対応していきたいというふうに思っています。つまり短期入院してもらってホテルに下り療養する。ロナプリープの適用も実は結構限定されていて、50歳以上の方、やっぱり基礎疾患がこういろいろこういうふうにある方、あとは一番大きな限定要素が7日以内というのがあるわけですけど、発症感、それで適用される方についてはできるだけ短期入院に B 型にしてもらって、そして下りホテル搬送をする、まあ、積極的にそれを使っていきたいと思います。でただそれは誰が判断するのっていうのはフォローアップセンターが判断します。保健所からいろんな声が上がってきますから、その中で、じゃあこの方は B 型に行ってもらおうと、まあ、全て統括しているのはフォローアップセンターで統括していますので、その中で判断していくということになると思います。最後に緊急事態宣言下において取り入れる緊急事態措置についてですね、うん、独自に強化したり、もしくはですね、基本的対処方針の変更も含めて政府と調整すると、そのような考えは現時点でありますか。まあ、現時点で昨日尾身会長が東京向けに出された5割削減、それから、百貨店ショッピングセンターで人流できるだけ減らしてくれという提言がなされましたので、これを踏まえて、大阪の百貨店とショッピングセンターに対してですね、人数整理をやってくれと、入場整理をやってくださいと、これは緊急事態宣言もお願いしていることなんですけど、改めての通知を昨日も行いました。ですので、まずは基本的にその対応を取っていきたいと思っています。24条9項ですか。そうですね、基本的緊急事態宣言が出されたときによく見てもらったら分かるんですけど、入場整理お願いしますというのが書かれています。8時までの時短であるように。でその入場整理について今回さらにクローズアップされてますので、そこについて改めて再徹底を図るということで通知をした、改めての通知というところだと思います。首都圏の状況を確認すると、首都圏もそういった対応をしているというふうに聞いています。それから百貨店の協会で独自にですね、そういった通知も受けて、今度いろんな出口をどう、入り口出口をどうするかとか、いろいろ自主的にも検討されるということも聞いてますので、そこでの、まあ、対策ということを行っていきたいというふうに思います。改めて基本的対処方針を変えてくるということは今の時点では考えています。ありがとうございます。読売テレビの記事です。
昨日、知事がおっしゃっていた感染症法に基づく要請ですが、すでに行われましたか、この後の要請ですか。本日行います。感染症法に基づいて、合計約80の医療機関に対して、合計490床の病床の確保、要請を本日いたします。80の病院の内訳ですけども、約40の病院が今まで一生もコロナを受けていただけない、だけれども二次救急を行っている、まあ、そういった病院で、もう一つは軽症中等症病院で、基準に基づいてお願いしている部分に達していない、ここを対象として本日感染症法上の病床の確保の要請をいたします。本日詳細な文書等は健康医療部が出すと思うので、またそれ見ていただけたらと思います。あと、ホテル療養のシステムに関してなんですけれども、こちらは原則、当日か翌日に入所できるようにという、あるシステムだと思うんですけれども、実際、保健所の職員の方には話を聞いてますと、翌日までではなくてですね、やはり3日以上かかってしまうようなケースが出てきていると。で、原因は何かというと、やはり清掃が間に合わなくて、空きがあってもなかなか入れないというところで、そのことに関しては知事自身問題意識を減らしているのかと、参議院さんの解説を提示されているのかもしれません。先ほど申し上げた通り、問題意識は持っています。ただその清掃についても、ワンフロア清掃は大阪ではやってませんので、個別フロア清掃をやっています。で、合わせてやはり、この入所していただくのにですね、全てというわけではないですけど、今感染が非常に増えてきている中で、確かに当日とか翌日というのはちょっと難しくなってきているというのは実態としてあります。ですので、これを解消するために、先ほど申し上げた通り、この対処範囲、今このホテル療養になっている対処範囲の 66% が30歳以下です。で、無症状の非常に元気な方も含まれるというような状況にもなっています。ただ、この対処範囲自体を少しリスクのある方、そこにしていく、このあと対象は 33%、35% になりました。つまり40歳以上の方、僕らぐらいの世代から上の世代の方、やっぱり僕らより下の世代であっても基礎疾患ができる、そういったところに絞り込みをかけることによって、ホテル療養のスピードをこれも高めていきたいと思っています。あとはその部屋数を増やしますので、今4000室ですけど、6000室にもう間もなく増やします。6000施設に増やせば、今1日450ぐらいの処理できていますけど、おそらく600ぐらいの処理ができるようになると思うので、600ぐらいの処理ができるようになれば、また今よりはね、非常に1日の出入りを増やせると思いますので、そこは加重していきたいと思います。決して何かこう清掃だけでそういう問題が生じているのではないということがご理解いただけたらと思います。保健師の方がどこまでご存知か分かりません。実態としてはそういうことです。関テレさん、関西テレビのベルです。ただ清掃も問題意識として持ってますから、先ほど申し上げたように清掃とやっぱり搬送、ここの2つが一番大きな、一番というか非常に大きな問題でもある。ここを何とかやっぱり強化してるっていうのは当然大事だけど、じゃあそこを強化したからどんどん入れるかっていうと、今よりは処理能力が高まるとは思いますけれども、ただやっぱ感染が増えてきてる中で、その20代30代の本当に無症状でリスクが低い方も今はどんどん入れてるんですけど、ちょっとここはこれだけ感染者が増えてくると母集団も増えてきてるので、そこはある程度必要な方に絞り込む。ただ絞り込むだけじゃなくて、宿泊療養そのもの、自宅療養そのものの医療支援体制を強化する、これが基本的な考え方です。関西テレビの上田です。東京都の方ではいわゆる自宅療養施設を、医療法上の診療所と見なしなのか、臨時の医療機関として、今後確定療法できるように準備をするということも発表されました。今回はその連携病院でまず一旦やっていくことだと思うんですけど、将来的にそういう方向で大阪も検討されたり準備されたりはされるんでしょうか。僕はそこを目指していく方向性だと思ってますし、やる必要があると思ってます。なので冒頭申し上げた通り、ホテル宿泊療養、ホテル療養は短期の
ホテル療養、宿泊療養については軽症の医療機関にすべきだと思っています。この感染急拡大期は完全に医療機関にはならないんだけども、それに近づけていく努力をすべきだと思っています。ですので今回医療機関による往診、お医者さんに来ていただいてグループのホテルを回っていただく体制だとか、いろんなホテルを下り搬送やったり夜間への往診とか、今回導入するということになりました。実質的にもホテル療養でどんなプリン使えませんので、じゃあどうやったら実質的に使えるだろうかっていうので考えて、案というのもやっぱりしっかり作っていくということが重要だと思っています。感染者が増えてくるとやはり中等症も増えてきます。中等症が増えたら重症者も増えてきます。病床というのが飛躍的に今から急激に増えるということはないというふうに考えたら、やっぱりその病院では中等症とかそれから非常にリスクの高いと見てもらって、ホテルでも一定 の軽症の対応できる、いわゆる軽症の医療機関にするということが基本的なコンセプトです。なので緊急事態宣言期間中においては臨時の医療施設を設けることができるという規定があります。最初大阪のコロナ重症センターを作るときこれ使ってやろうかということでスタートして、最終的にはそれ使わずにいけたわけですけれども、基本的にそういう発想はありませんで、ここは東京都でどこまで進んでいるか分かりませんけど、発想としては一緒だと思いますし、僕自身もその緊急事態宣言下においては医療機関に指定をするということももうすでに考えてますし、担当部分にも指示を出しています。その現実的にですね、現実的にじゃあ誰が入念という話がやっぱりあって、一つは見る人をどう確保するかっていうのが大きな問題で、今こうやって往診の体制をいろいろ整えたりしている。でそこで例えばこの人はこれはちょっと点滴治療が必要だなってなったら、ちょっと病院に連れて行ってもらうとか、いろいろやり方あると思うんですけど、ホテル療養でそのままできるっていうのは非常に今できないんです。だからロナプリパ使えないんです。なのでそういったことが本来ではその宿泊療養所でもロナプリープを使えるようにしてもらえれば、そこまでせんでもいいのかなという気もするんですけど、今は言っても医療機関でしかダメだと、入院じゃないとダメだというようになっているので、いろんな法的規制をクリアするっていう意味でも、その臨時施設として、臨時の医療施設として指定するという考え方は僕はありだと思っているし、その担当部に検討をさせている状況です。ただ大事なのは中身だと思ってて、やっぱりホテル宿泊療養感染急拡大期には、このホテル宿泊療養、これを軽症の医療機関にする、それとほぼ同じような、できるだけそれに近い機能を持たせる、ここが重要ではないかと、こういうふうに思っています。コンセプトはそういうコンセプトです。なので、それをするために必要、臨時の医療施設として必要だとなれば、これは大阪でもやっていきたいと思っています。自宅療養者に対する往診については、今日は特に現地がなかったと思うんですが、今現時点でこう進んでいることがあれば、ここについても医師会と調整をしています。現地に調整が整っていませんので、調整が整えば発表させてもらいたいと思います。で往診について今できていることといえば、休日夜間についてはこれは大阪府と民間の医療機関も契約していますが、そこを往診していただける体制、大阪を全域で整えています。酸素の濃縮器の確保、これもしています。訪問看護、ステーションの方の訪問看護、これも確保しています。であと、往診もエリアによっては、その地区の医師会であったり、あるいは地区の病院 のクリニックの先生とかで、積極的な先生方で、もう現実に行われているところが多くあります。組織立っているわけではありませんけれども、保健所と直接やり取りして往診をしているというところもあるので、そういった輪を広げていくということも重要ではないかと思います。自宅療養の方ができるだけ医療にアプローチできる仕組み、これが重要だと思います。宅療養者の往診事業は民間事業
業者と、あと、まあ、連携型のモデル事業ということで、2つ、出た発表されたんですけども、その往診というのは、誰でも受けることができるのか、その条件というのがあるのか、で、数が往診できるというのも、限りがあるのかを教えていただけますか。まず、それに加えて、もう1個、今回発表させてもらったのが、医療機関に直接、一番下に書いてあるやつですけれども、医療機関に直接往診をしてもらう、巡回してもらう、チームで入ってもらうというものです。で、これは当初、すべてのホテルというわけにはいかないと思いますが、一定のその病院が管轄するホテルにですね、まずモデル事業として入っていってもらうと、これはもう直ちに開始をします。ですので、まずはそのホテルに入られている方ということが最初の取っかかりになると思います。でホテルに入っている方はもう同じ1棟のホテルにいます。ホテルというのは結局6000室に増えても21棟しかないわけですから、例えばその病院が3棟見てもらうということになったら、その3棟の管轄の範囲の中でどういった方が入っているか分かっているわけですから、おそらく医者の判断からするとちょっとリスクの高い方とか、この状況があまり良くない方を中心に回るということになるんだろうと思っています。その範囲をこれからですね、さらに広げていきたいと思っています。なので全員というわけではないと思いますけれども、それは本人からの希望があって看護師さんが見てとかいろいろ個別判断をしていくんだろうとは思いますが、その仕組みがあれば希望する方ができるようにするということは、ただ希望だけというか本当に必要になるかどうかというのは医学的な判断もあると思うんですけど、そういったことをできるだけ幅を広げていきたいと思います。まず保健所から入院希望という形で入院フォローアップセンターに情が上がります。でこれが毎日上がってきているのが200件ぐらい上がってきているはずなので、今で200人ぐらい入院させているしてもらっているので、その中で入院フォローアップセンターがバーッと意見を調整して入ってもらうというのが今のプロセスです。なのでそれが上がってきた中で、情報はフォローアップセンター分かりますから、この人がどうないとかどのアプリープの適用になるような人なのかどうか分かるので、どのアプリープの適用になりそうな人はその B 型に送るということになると思います。できるだけ今治療薬、軽症の治療薬というのはロナプリープしかないので、正式に認められているのはできるだけそれを積極的に活用していきたいと思っています。国に対しても数の制限あるとは聞いてますけれども、これだけ感染者多いわけですから、できるだけお願いします。そこについては国も誠実に応じていただきますので、あとはうまく活用できる仕組みを作れば、ここはワークするんじゃないかと思っています。今はどうしてもワークしない理由とすれば、やっぱり入院までの日にちがかかっている、発症から7日っていうのは結構これがかかっているというところがあります。それから今までは患者さんが入ってからこの人のためにドナープリーを出してくださいっていうその申請制度なわけですけど、今はこう在庫を持つことができるようにも機能化になりましたので、ドナープリーを積極的にやってくれる病院は在庫を持てるようになりました。ですのである程度の患者さんが入ってくることを前提に対応できますから、今まではいろんな7日の適用とか軽症のうちにやらなきゃダメとかありましたけれども、それをできるだけフォローアップセンターでクリアするできる人を対象にしていくと。なので例えば発症してずっと我慢して検査するまで5日ぐらいかかった人とかであれば、もうその段階でロナプリープは使えないということにもなります。これ人によっては随分違うので、この7日で50歳以上基礎疾患とかちょっといろんな条件あるんですけど、そこが合致するかどうかはフォローアップセンターで判断できますから、そこで判断してこれはやった方がいいっていう方はどんどん積極的に僕は軽症治療薬として使っていきたいと思います。最後に一つ、自宅療養の支援強化で、病気の外来支援診療病院ということ
ら予約という形になっているんですけども、まずその大阪市内にあるのか、まあ、南部北部にこれから増やしていく状況なのか、まあ、協力状況をまず伺いたいのと、まあ、その今まで検査の数字などは公表してきましたけども、まあ、患者の殺到などを避けるためにこれが外来診療を受けている病院は特に公表はしないということになりますか。ええ、あの外来診療をここでやってますという公表はやりません。でも保健所は当然分かっているということになります。ですので、相談を受けた場合には、この保健所が必要と判断したら、そこでその人に近いこの外来診療の病院を、まあ、つなぐと、こういうことをやるということになると思います。今、あの数箇所も確保できると思いますが、ここはできるだけ多く確保していきたいと思います。8月中下旬から運用を開始できると。まあ、大阪市内もあるし、大阪市外でも積極的に取り組んでくれとかあるので、そこは、まあ、あの今どことはなかなか言えないんですけど、まあ、複数箇所確保できると思います。あのその目処も立ったので、今回あのこの仕組みをやっておこうと発表したわけです。ABC テレビの川内です。細かい話で恐縮なんですが、自宅運営への支援強化についてあのすみません、これ24時間、夜間にも自宅療養者が診察依頼をして、そしてそこから保健所して外来診察病院までつなげることとかないんでしょうか。これはその外来診療病院、外来ですから、外来やってる時間ということになると思います。あんまりこう重たい人はそこまで想定しない。重たい人はあの入院の必要が出てきますから。あと重たいかどうかっていうところで、あの実はこのコロナで軽症でも結構重たいですね。であの患者から見ると。あのどこでこう中等症とか重症とか判断してるかっていうか、呼吸器なんです。例えば熱がものすごく出て、僕らからしたら、いや、もうこれも全然軽症ちゃうでしょというような状態にとっても、呼吸器があの問題なければ、それは軽症に分類されるのがこのコロナ。これは国でやってる定義というか、まあ、医学的に。で呼吸器が、いわゆる肺炎が出てきたり、呼吸器がやられだすと、僕はどんどん悪くなって、特に8日目ぐらいから急に悪くなるか、解放するか、そこの分岐点が大体6日から8日と言われてるんですけど。そうなってくるとあのやっぱり重症化したり命に関わったりするから、中等症の1だったら肺炎像があるとか呼吸がしあの困難な状況になっている、中等症2で酸素マスク、中等症3で人工呼吸器だけど、軽症あの熱とかの予言ないんです。なのであの軽症と言っても僕らの患者側から見た状態として重たいような時でも、まあ、軽症と分類されることもありますけど、まあ、そういったあの方がある程度基本的にはあのもうすぐ重たい人がこの外来に行くということはまあ想定しています。重たい人は基本的にはまあ入院とか、そっち側も回っているということになると思います。だから重たいといってもだから呼吸器を中心に見ることになるので、医者というか医学的には。第4波の時は自宅療養者も増えて、その分その自宅療養してる間に急変して、でどうしても保健所に電話がかからなくて、朝まで電話してもかからなくて、でようやく入院できたと思ったら、その入院枠が少ないから回されたりとかということで、自宅療養者からの急変からの死亡っていうのが多い案件だったかなと思うんですけど、これに対しての知事の問題意識と、おそらくもこの支援強化というのはそれにつながらない、そことはまた違うところだと思うんですが、そういう自宅療養者の急変についてはどういうふうに対応していく。まず自宅療養者の方があのどういう、先ほど申し上げたように重症というのはどこで重症化するかというと、やっぱりこの酸素状態で重症化する場合が多いわけです。なのでそれを事前にできるだけ察知する仕組みが必要だと思っています。あのこれはパルスオキシメーターを 全員に配る、これはあの今やってるわけですけど、まあ、そういった制度をやったり、こういろんなあのオンライン診療やったり、あの訪問看護をやったり、こうやって夜間の往診をやったり、それをできるだけ早く察知するという目的ことが非常に重要だと思っています。で、これコロナの怖いところが、自覚症状なく急に悪くなるっていうケースがあります。呼吸器がしんどくなってきて誰かに連絡して、もう場合によっては自分が119番してと、これいろんなケースがあるんですけど、非常に難しいのがですね、自宅療養者の方がいろんなそういったあのパルスオキシメーターとかいろんなチェックをしていきながらやったら、なんとかそれを防げる可能性かなり高いんですけど、急に
急変するっていうのがあって、そこについてはできるだけ防いでいくっていうのが早めに早期にキャッチして早期に治療だと思いますが、この急変をゼロにするっていうのは自宅療養者が多くなったらこれは難しいんじゃないかなというふうに思ってます。もちろんこれ減らしていく努力はするためにこうやっていろんな仕組みを作ってるんですけど、自宅療養の方が、いきなり重症の方ももちろんこれいらっしゃるわけですけど、逆に言うと自宅療養の方がある意味こう周りの人とかどっかにこう連絡することもなくですね、それまで保健所の健康観察ではそこまで悪くないんだけども、朝起きたら亡くなっているとか、自宅療養における急変っていうのが実はこの病気があるとかも皆さんも知ってると思うんですけど、そこは本当にもう防ぎたいんだけれども、防ぎたいと思っていろんなこと対応してるんですけども、このコロナが持つ本質的に怖い理由の一つだというふうに思っています。だからそれをゼロにするのは全員が入院しないかという難しいんじゃないかなというふうに思います。なのでじゃあ全員が入院できるかっていうとそれはなかなか難しいので、いろんなホテル療養でリスク高い人はこっちとかいろんな仕組みを持ってるわけですけど、自宅療養、この感染が広がってきて自宅療養が広がると例えば経口治療薬とか何らかの治療を受けない受けれたらまた随分変わるかもしれませんが、今ないので急変してお亡くなりになる方っていうのはこれは本当に避けたいんですけれども生じ得る話だというふうには思います。ゼロにはこれはならないですね。なのでこのいかにコロナが怖いかっていうのが一つだと思います。すごく治療は受けたいのに受けれなくてお亡くなりになったってよくこれは報道されるんですけど、自覚症状になって朝気づいたら亡くなっているとか家族がいたら亡くなっているっていうケースもやっぱりあるので、これがコロナの本質的に怖いところだというふうに思っています。自宅療養がものすごく広がってくるとどうしてもそれが出てくると。そうですね、そういう高リスクの方には自宅療養ではなく基本的にはやっぱ入院してもらうっていう仕組みを今回もあるかっていう。そう、だからそういった形はできるだけホテル療養にまずはそれで軽症の方ね、中等症とかそういう呼吸器に問題ができる方は今入院で、呼吸器に問題なくて軽症でもハイリスクの方は入院が今の基準です。でもこれももうすごく感染が出てきたらもう少し絞っていかなきゃいけない事態が出るかもわかりませんが、今はそれで全然判断できます。だからそれでできるだけ早期の治療をして回復してもらうと。で、あとはやっぱり重症化しやすい、急に悪くなりやすい、悪くなりやすいのは40代50代が多いですが、40代以上についてはホテル療養にすると。で40代未満でもハイリスクの方はホテル療養する。ホテル療養に行けば24時間看護師が見てくれいらっしゃいますので、そのリスクは下げれる。ただここはもう正直に申し上げて、じゃあホテル療養で突然死をゼロにできるかっていうと、これは本当に現場の看護師さんが一生懸命やってくれて、第4波あれだけ厳しい状況になりましたけど、ホテルでお亡くなりになる方はいませんでした。でも非常に厳しい環境だったと思います。ホテルで他のエリアではホテルでお亡くなりになる方もいて、それはその時までは前日の夜まではそこまで悪くなかったのに急に朝起きて亡くなっているとか、そういうことがある病気なんだっていうことも我々国民全体として理解しなきゃいけないんじゃないかというふうに思っています。だからやっぱり経口治療薬とかワクチンがかなり届くまではですね、ワクチンがかなり行き届けば入院キャパも必要な人が減ってきますから対応もしやすくなると思うし、経口治療薬とかロナプリーブみたいに、ロナプリーブは点滴ですけど、そういったものができてくれば随分環境が変わるんでしょうけど、今は軽症治療薬の薬、軽症治療薬ではない中では実はそういった方もやっぱ中にはいらっしゃるということなので、厳しい状況ですけど、我々としてはできるだけ自宅療養でお亡くなりになる方を一人でも減らしていくために、早く察知をするという仕組みを一生懸命考えながら今やっているということです。母数が広がればそのリスクは常に広く大きくなっていくということです。生地
毎日無視化です。まあ、ちょっとコロナから外れますけれども、今朝からちょっと西日本中心に大雨が来まして、長崎とか広島では現地で被害が出てます。で、週末にかけては関西圏でも非常にまとまった雨が断続的に降り続く予想出てましてですね、大雨に備えての知事会の運営と備え呼びかけをお願いします。これから大雨が続くということになります。土砂災害の恐れがあります。ぜひその土砂災害の恐れがあるエリアにお住まいの方はですね、この気象情報であったり、あるいは自治体が出す避難情報であったり、そういったことをしっかり確認しながら災害に備えていただきたいと思います。現時点において大阪府において何かこう避難の指示が出ているとか、そういうところはないと思います。今後いつ出るかは分かりません。ぜひそこに備えていただきたい。府民の方にはそういうのです。それから、やはり今九州、中国地方でも非常に雨が続いていますので、まだ災害派遣要請はないですけれども、いざという時の災害用派遣要請が出るということに備えて、市町村消防とも今調整をして、要請があればいつでも出動できるように緊急の消防派遣隊については今も準備を整えているというところです。ただこれはどこで起きるかは、大阪で土砂災害が起きるかも分かりません。雨が続きますから、ぜひ気象情報であったり災害に関する自治体の情報にご利用いただいて、身の安全を守っていただきたいと思います。危機管理としてはしっかりそこは情報を注意しながら対応していきたいと思います。コロナなんですけれども、昨日1600人台の感染者が確認されたりとかですね、で1000人台の中でもまた少し感染規模が広がっているような印象なんですけど、現時点で感染急拡大ですね、これまで抑えないといけないとしてきた感染急拡大の時期にあるというご認識があるんでしょうか。感染拡大中だというふうに思いますね。感染拡大の速度が弱まってないというふうに思っています。今後これがさらに拡大し続けるのか、もっと急な角度になるかは分かりません。拡大中、非常に警戒しなければならない状況だと思います。2倍、2倍で増えていってる状況ではないのは、数字にても明らかです。でも確実に増え続けているので、全くピークアウトはしていないと思いますが、警戒しなければならない。拡大中です。今日発表があった感染拡大期の療養体制なんですけれども、病床とですね、宿泊療養が逼迫する中での措置だというふうに期待しておりますけれども、宿泊療養についてはですね、40歳未満の方っていうのがある程度こう入れる方絞られてるっていうのはこれよくわかるんですけれども、入院についてちょっとそのこれまでの入院療養の考え方と拡大時の対応を見比べてるんですけれども、つまり通常時であれば入院できる人が拡大時にはある程度絞りがかけられるのかですね、どういうタイプの人が絞られるのか、それとも入院については範囲が変わっていないのか、ちょっとそこを確認させてください。これまで入院範囲も変わってます。で、変わってるところ、例えば分かりやすいところで言うと、65歳以上の方、この方は無症状でも今までは入院でした。でも、65歳の方、65歳以上の方っていうのは、どういう人に分類されるかというと、ハイリスクの方に分類されます。だから重症化しやすい人ということに分類をされます。で、今までは入院についても65歳以上、症状があれば、これは入院して当然ですけれども、症状がなくても、濃厚接触者とか無症状でも65歳以上の方は入院の対象に、なってましたけれども、今後については無症状の方については原則としてホテル療養をお願いするということになると思います。だから65歳以上のハイリスクの方にも、じゃあそれ何が違いが出てくるのかっていうところについてつくと、もちろんこの病院にいてお医者さん この監督下にあるというのは一つ、もしかしたら安心材料なんですけど、今、先ほど申し上げたとおり、じゃあ、無症状の方に何かこう治療薬があるかというと、実は今、ないというのが現状です。先のロナプリーブも、有症状者というのが前提になっていますから、そういった意味では、この限りある医療資源については、リスクのある方で、症状がない方、無症状者については申し訳ないけれども、このホテル療養を原則になりましたということです。ちょっと今2点ほど疑問点があるんですけども、その昨年11月28日の入院療養の考え方の改定で注釈がついて、その65歳以上の方についてもそもそも宿泊療養できるような仕組みですね、その保健所の患者さんが協議をして宿泊療養できるような仕組みにまずなっていたという理解でいるんですけども、そうすると今回枠組みでも65歳以上が引き続き宿泊療養が提供されても変わっていないような印象なんですけど、まずそこと
それと今その65歳以上の方はハイリスクの方だというふうにおっしゃったんですけれども、ハイリスクの方であるならば感染拡大時の対応のこの入院のですね、重症化リスクがある患者に該当してやはりこれは入院措置が取られるんじゃないかというような印象なんですけど、ちょっとそこの点改めて。65歳以上の方でもこれはホテル療養、まあ、これまでもそういった方はもちろんいらっしゃいます。その中身が変わっているわけではありません。ただ病床というのは非常に多く確保しましたから、今回第5波が起きた時の判断としてできるだけ無症状の方も入院してもらうということで進めてきました。つまり今までは例えば65歳以上の無症状の方も入院してもらっていました。第5波に入って、でその時ただ今こうやって感染が非常に増えてきてますから、まあ、その中で65歳、例えばですけど65歳以上の方で無症状の方です。有症状の方はそのまま入院してもらう入院です。つまり肺とかあるいは呼吸器に問題がなかったとしても、ただ熱があるとか何らかの症状がある、まあ、そういった方については治療ができます。ロナチプリブの治療とかいろんな方法がありますから、入院してもらうということになります。ただその無症状の方についてはまずホテルで、原則としてホテルで、その経過の観察を看護師さんのもとでしていこうという考え方です。無症状で重症化リスクのある患者さんが宿泊入院できずに宿泊療養に流れるというのが変わるんですね。そうですね。なんか重症化リスクのある方、無症状とかで重症化リスクのある方が宿泊療養に流れるとちょっと不安を感じるんですけど、そのあたりはもう最適化を図るので致し方もないという。重症化リスクっていう、重症化リスクのある方とどこまでのことを指すねんという話があるんですけど、重症化リスクの方がですね、例えば、中等症1になっているとか、あるいは何らかの発熱があるとか、まあ、そういった方は入院なんです。でも検査をしたらコロナが陽性なんだけど、ピンピンしてる人もいっぱいいるんですよ。で、例えば65歳以上の方でもいらっしゃいますし、あるいは自分コロナなのただ濃厚接触で検査してみたら陽性だったという人も非常に多くいらっしゃいます。基礎疾患をお持ちの方でも非常にピンピンする方も多くいらっしゃいます。で、今まではその方も入院をお願いをしていました。だから重症化リスクのあるっていうところがなんかこう重症の間近みたいな印象が持たれるわけですけれども、基本的に今までの左に書いている通り原則入院している、もちろんいろんな例外があるんですけど、医者の判断で例外があるんですけど、原則65歳以上の方とか、あるいはその基礎疾患をお持ちの、まあ、我々ではハイリスクと呼んでいる方ですけど、まあ、そういった方で、全く症状がないような方についてはホテルで医療をしまって24時間の看護師さんの体制の下で経過観察していく、そこでもし状態が症状が出てきたり悪くなれば入院をお願いする、まあ、そこでそういう進め方で最適化を図っていきたいと思います。細かいところも思ってすみません。入院と宿泊療養より両方に該当するような人がいるようなふうにも読めるんですけれども、この40歳未満の重症化リスクのある患者さんというのは、これ入院の方にも記載されますし、宿泊療養の方に該当するんじゃないかと、これも症状によって変わってくるというか、無症状を含むっていうのは軽症さ、40歳未満の例えば軽症とかはどういうふうになるんでしょうか。40歳未満でハイリスク者、重症化リスクのある人で軽症なら入院です。入院が優先されるという。そうです。わかりました。はい、ありがとうございます。TBS さん。だから全く症状がない人、無症状というのを想定してもらったらいいんじゃないかと思います。重症化リスクっていう書き方してるから、どうしても、なんかこう、重症化の一歩手前にものすごく重たいと想定するわけですけど、無症状の方については、例えば65歳以上とか基礎疾患ある方についても、ホテル、現在ホテルで、できるだけ観察をしていく。そこでもし症状が、熱が出るとか症状が出てきたら入院をお願いする。まあそういったフローだと思ってもらえればと思います。はい、一応となりまと申します。発表資料とちょっと関係ない質問で申し訳ないんですが、大阪府の感染者は昨日過去最多で、兵庫と京都も過去最多でした。まあ、感染者数がいずれの府県でも増加する中、これまでこう足並みを揃えて対策に取り組んできた3府県ですが、何か話し合われてたりもしますでしょうか。
京都の西脇知事、兵庫の斉藤知事と直接僕も電話でやり取りを、してます。まあ、3県連携して京阪神に共通しているところが多いので、やっていきましょうとこういうことの話し合いというのを常に実務方の情報共有だけじゃなくて知事同士も情報共有を取りながらやっているという状況です。ただ、まあ、緊急事態宣言の要請に関しては京都も今日もサービスの判断されましたので、まあ、それぞれ理由があってそう判断されています。今後の対策についても両知事と情報共有しながら、まあ、基本的には実務方で共有しながら対策を取っていきたいと思います。今はこのデルタ株が非常に感染拡大が強いという状況です。で、一方で緊急事態宣言が出されているんだけどもういいんじゃないのと、何度も出してもう行き詰まってんじゃないのというようなそんな空気もある中で非常に厳しい状況があるんですけど、その件で連携して対応していきたい。兵庫県と京都府はその緊急事態宣言の要請については見送って、まあ、国と協議するとしていますが、まあ、この判断されたことについて知事はどのように受け止められていますでしょうか。これは兵庫と京都のそれぞれの知事が感染状況とかあるいはそういったことも踏まえて判断されたと思っていますので、その判断を尊重したいと思います。まあ、先ほどお話にもあったようにその緊急事態宣言何回も出ていてという話もあるかと思うんですが、緊急事態宣言についての実効性、必要性についてはどのように捉えられていますか。だから本来緊急事態宣言というのは国家として取る最後のカードであり、もうすでに今言っている状況です。東京なんかでは緊急事態宣言を取った以降増えていっているので、もうそこについて人と人との接触であったり、まあ、そういった効果自体が、不十分になってきているんじゃないか、つまりなかなかこう行動抑制、行動変容につながらないものになってきてるんじゃないかっていうのはもう一部事実だと思います。じゃあ他に取れる措置があるかというと地位としてはなかなかこう難しいと思うので、もうお一人お一人の今や緊急事態宣言期間中なんで、で感染も過去最大陽性者になってます。お一人お一人が感染しない努力をぜひお願いしたい。これ以上の対策でいうとお願いベース以外にその何か取り得る対策というものはないのでしょうか。まず基本的対処方針も変わりませんし、昨日の尾身会長が出された中にも尊重した対応を取っています。まあ、それが今の取り得る措置として取っていますけれども、まあ、僕としても阿部府民の皆さんに今非常に感染が広がっているので、本当にこう接触の制限であったり感染対策の徹底、これをぜひお願いしたいと思います。合わせてお願いするだけでなく、ね、今日の発表もそうですけど、いかにこう医療提供体制をさらに強化していくのか、もうこちらの方で何とかこう許容範囲をもっと広げていくという努力を一生懸命積み重ねていきたい。合わせて国の皆さんに接触という感染対策の徹底、ここをお願いしたいと思います。先ほど朝日新聞さんの冒頭質問の中でその会長発言で百貨店にその改めて入場制限をお願いを通知された、改めて通知されたかと思うんですが、こういうところはその以前 の, その4課で休業要請などされたかと思うんですが、その強化するということはないのでしょうか。まあ、まず、ここに先ほど申し上げた緊急事態宣言が何度も出されているという中でですね、まあ、基本的対処方針、ここも今の現状ということに加えて、まあ、東京に対して東京都に5割の削減、そしてその中身が提案もされて東京首都圏で取られている対策、これは大阪でも取っていきたいと思っています。それを超えて独自にやってもなかなか事業者の皆さんの理解が得られないだろうと思っています。ただ東京首都圏で行われていること以上のことを大阪がやって事業者の理解が得られるかというとなかなか難しいんではないかと思っていますし、行動変容にもつながらないんじゃないかと。最後にもう1点、大きく話が変わるんですが、アストラゼネカのワクチンについて、担当部局に確認したところ、現在手挙げているのは大阪市と貝塚市だとお伺いしました。手が挙がったのが、まあ、この2つの自治体であることと、今後、他の自治体に今働きかけするのかというのを教えてください。2回、手挙げのタイミングということでやりました。これは記者の皆さんに言ったとおりですけど、2回目の手挙げのお願いを決まりますかと意見聴取したら、
やっぱり大阪市と貝塚市以外はなし、まあ、豊野についてはファイザーの数が明示されましたから、もうそれを受けて取り下げますということになりました。で、他の自治体もファイザーの数を確認した上でも改めてはないですというふうにご判断ですから、もうないと思います。なのでもしも希望があればそれはどんどん国につないでいきますけど、改めて積極的にお願いしても、ただ自治体がこれやる必要ありませんという以上ですね、大阪まで強制できるものでもありませんので、それもないと思います。あとはその大阪市が中心になってアストラゼネカの接種会場を作る、で接種能力は大阪市かなりありますので、もし希望が増えれば接種会場も増やすということも大阪市の意向として聞いています。ただアストラゼネカの希望がどのぐらいになるか未知数なところがあるので、まずは8月の16日からだったかな、そこから予約を開始して、その状況を踏まえた上で予約が多いようであれば広げていくというふうに聞いています。合計15万回分のワクチン自体は確保する、これ大阪市が中心です。で、大阪府においても今整理中ですけれども、大阪府民の皆さんで希望される方いらっしゃると思うので、一定数について、ワクチン の接種できるような体制を整えたいと思っています。ただまあやはりどのぐらいの方が希望されるか、これはちょっと蓋を開けてみないと僕らも想像できないので、ちょっと僕は大阪市が16日予約開始するその状況を注視したいと思います。どうしてもこのアストラゼネカのワクチンについては4週間から12週間の間が2回目で、最も適用が効果が高いとされているのは8週間、となると9月に来ても次11月ですから、アストラファイザーがある程度確保できるんであれば、これ希望者いるのかなというのがおそらく手を挙げてこなかった自治体の考え方でもあると思うので、まあ、大阪市もやっぱりこれできるだけ広げたいという松井市の考えでやられていますが、最後手を挙げるかどうか大阪市民なので、まあ、そこの状況がどうなのかというのは見据えた上で、ただ大阪府市域外の府民の方も希望者を打てるように大阪府として府全体としては準備をしていきたいと思いますが、ちょっと大きな準備にはなかなかならないとは思います。そもそもそこまで大阪府独自の接種能力があるわけではないので、接種能力で追加でやるものも限られていますし、ただその中でも希望される方できるだけ対応できるようなアストラゼネカの大阪府の会場というのもしっかり考えてはいきたいと思います。16日以降市の予約状況を注視したいと思います。府の接種の数でいうと市の数を注視した上で回数決めるもともと接種能力がありますから、そんなに大きな数はなかなか難しいと思っています。市町村の場合はファイザーがどんどん来るという前提でどんどん増やしていって、いや足りませんってなって自分で閉鎖していった、大阪市もそういった経過の中で復活させていますけど、大阪はそもそもファイザーやってませんので新たに設置することになります。やろうと思ったら、力を立てることでやろうと思ったらできるとは思うんですけど、手上がれへん可能性があるので、なのでちょっと大阪市の状況を見て、まずは当然できる範囲のところはできますけど、状況見ながら判断したいと思います。予定されている方、一度挙げていただけますか。すいません、お一人ですね。じゃあ宣言の効果などについて発言ありましたけれども、春の宣言に比べて、今お盆のお休みに入っていて、人流が市内どういう状況にあると思われているのかということと、市として取り入れる権限は限られているということで、北や南の飲食店の見回りであるとか、昼や夜の見回りなどで、連日出て確認されていると思うんですけれども、飲食店の協力状況などが前回と比べて今どういう状況になっていて、私が街を歩いてきた環境ではやはり春よりはちょっと店を開けている数が若干増えているのかなという感触なんですけれども、知事としてそのあたりについてどう思われているのか。まず人流抑制どのぐらいができているかというデータを取っています。ただ期間がまだそれほど長くないので、なかなかこう確定的な効果とは言えないかもしれませんが、春の緊急事態宣言の時よりはやはり効果はやっぱり出てない、というのを思っています。今の段階の数字でいくと、
春のまん延防止の前を 100% としたときに、まあ、そこから20ポイントぐらいの減はあるのかなと思いますが、あ、まだ期間が短いのでちょっとここの評価難しいけど、大きく減少している状況ではないと思います。で、あの見守りについてもここは強化して、特に北南中心にですね、見回りを強化しています。まあ、ここは約聞いているだけでも200ぐらいの店舗が空いているというふうに聞いていますので、個別にお願いを強化して、これはもう警察とも連携して強化していきたい、お願いをしていきたいと思います。ただ、まあ、あの協力の割合は確かにこの春の緊急事態宣言よりは少ないと言われるかもしれませんが、ただあの現実にこの10万店舗、あの大阪を一周見回って、で大阪市の北とかも中心部は何回も回るというやり方を取ってるんですけど、あの 95% 以上はやっぱ協力してくれているので、どこか塊でなかなか協力してもらえてないエリアがあるので、そこを中心に運営をしていこうと思ってますが、あの概ねかなり多くの飲食店の事業者の皆様がこの状況下の中ですけれども、応援して、あの協力していただいているというのが今の僕の認識です。数の報告も受けています。あのどうしても空いているところはそういった形でちょっと強めのように、新にこれからぐるぐる回る、今も回っている最中ですけど、それは今後もやっていこうと思います。あの概ね多くのほとんどの飲食店の事業者の方にはご協力をいただいているというのが認識です。全部でありますので、全部ではないということで、まあ、その塊であるエリアで、まあ、まとまってということで、まあ、取材しているとそういったところもあるんですけども、まあ、店には店の需要があるということで、まあ、毎回取材でも言われるんですけども、まあ、知事としてはどういう背景が、まあ、そういったことに表れているんですか。まあ、まあ、それはいろんな店の、考え方あるとは、思います。これ何度も緊急事態宣言やったら効果ないじゃないかと、いろんな意見があるとは思います。で、まあ、ほとんどの事業者のご協力をいただいています。で、今まで良かった理由として協力金の支払いが遅いじゃないかと、これは報道でもされている中でそういった意見もありました。もう協力金の支払いのスピードも、他の自治体にも負けないぐらいのスピードで今やっています。臨時に概算払いでする分率というのは 90% 以上、早期支給についても8月6日段階で 83% の支給、8月11日でも 92% の支給、だから来週8月11日というと今日は今日13日だから、もう 今は段階で 90% 以上の支給済みですので、ここの改善はもう行われていると思います。ただ、まあ、その協力していないところはそもそも支給対象外なわけですから、まあ、本音としたらもうこれはやっぱりいろんな理由があると思うんですけど、まあ、協力しないということなんだろうと、まあ、お客さんはそのまま入ってきますから、そう選ぶお客さんいるわけですし、じゃあ何か捕まるかって捕まるわけでもないので、これは善意である意味換算されるためにみんなで協力しようよということに賛同いただけるかどうか、賛同いただけないということだと思います。まあ、そこはできるだけ丁寧に説明をして理解を得ていきたいと思います。よろしいでしょうか。政務に関する質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは囲み取材終了いたします。レビー